はいタチャハオ。こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さてさて、えっ、ー、と、メインタスクは多分今日も進みそうにあります。あえこんなに縮小できたっけえなんか、アップデーで変わったのかななんかこんなに縮小できんかった気がするけど、なんか、えらい縮小。 できるね、拡大もこんなにできたっけいやどうだったかできたかもしれん <laughs> さあイベントの方ですねえー、っと美化計画これねあと2時間25分待つと手に入るんですが出します出します 次に収めます。これで OK やっと3シート目でもねちょっと時間があんまりないんだ時間がないんだ4シート目やるべきなのかちょっと4シート目見ていいまずまず見るまずは様子を見る あーでも悪くない悪くない赤箱くれるよしやろう <laughs> ただしあと16時間うんうんまず収めよう収めれるやつがすぐあ結局蝶はいらんかったかじゃあこれもいきなり収めちゃっていいかなえっ、ー、と水の瓶はなし OKOK これいるんだね。いや、1個収めます。で、これ。いやー、いるんじゃないかと思ってね、出しておいたんだぜ。えー、っと、あとは、うん、ベンチ。花瓶出したいな、あの箱から。ぜひね、箱から花瓶を出したい。蝶はいらんかったね。えー とじゃ作るか <laughs> いやー待って花瓶よりこれ出すべきかなこれだな出すのはそうだな花瓶はまあできるできるじゃろこれえでも何からいこうまずまあポーチライトうんポーチライトかな ポーチライト、尺薬のレベル5かなだね。ポーチライトもなんか何種類かいるな。ちょっと待ってよ。いや、じゃあまあ、物事が始まる前にまず、これ、どこもかしこも汚れてるおやろう。待ってよ。待ってよ。<laughs> 売るしかないな。 いや、蝶がいらん気がする。この辺打っとくか。多分いらないじゃろいや、こうやっていつもこうやってねあの、いらんじゃろっつって、打ったその、なんか次ぐらいのタスクで、いきなりバーン、いるよっていうね <laughs>。パターンがね。今までも星の数ほど見てきたやつ。いや、さすがにもう、ずっと持っとったけど、いらんじゃろうっつってね。 なんか売るか始末するかしたあとそのあとだ <laughs> 急にねやっぱやっぱいるって言われるやつうんあるあるだなこいつを分解するほどでもないかな7だもんね987うん 43までできたよ。あとは待ちかな。いや、借約。うん、これ作るか。まずは。いや、待て。<laughs> まず、回収で。これ、ちょっと待てばできそうなんだよね。あで、多分空開いたから。いや、開いてない。あれデイリー こ,こを収めるか邪魔だし <laughs> 邪魔って言ったらいかんけど頑張って作ったけどうんまあ、せっかくならせっかくなら今余計なことをしだしてしまったのかまさか。 余計なことを始めた気がする。いや、そんなことはない。大丈夫だ。自分は間違ってない。大丈夫だ。これ、危険な思考ね <laughs>。ええと、花瓶を作り出すべきか花瓶を作り出すことで、これが出てくるのを待つという手もある。ちょっとね、スペースが3分の1で済むからね。あの 植木鉢が今出ているが一回熊手を作るかでもマジであのドックライフが置き去りなんだよねでもあと5日あるからまあ大丈夫かなドックライフもやりたいんだけどねうんまあ熊手作るかまずなんか死の子の言わずに作れちゃう話だけど いや、ここは熊手じゃない方が良かったのでは違うものをやるべきだったのではうーん悩ましいなとりあえず熊手できた までのスペースがちょっと厳しい。一回行くまで収めよう。で、ポーチライと完成形に。いや、その前に。やっぱり、これだな。ちょっと邪魔だもんね。どう考えても。あ、これいるんだっけ、ちょっと待ってよ。あ、いるのか、一個だけいる。結構バラバラだね。 じゃあ,あとは種袋種袋よしでまずはね空にしなきゃ始まらないねこうこうで一個できた完成形はいらいらないんだけどね完成形は。 別にいらんのだが。でもう一袋作って、収めたい。うん。スペース大丈夫かなこれ。いや、待って、一個空いた一個空いたね。何入れとくいや、これかな。 こうだなんペンキ間レベル1がこんなにいるかどうかはちょっと疑問は残るところだがまあよしこれで1個は収め もう一個いやーでもいやーどれもちょっと若干気軽ではないいやとりあえずこれを作るかなんかガマの方みたいなやつもういい加減名前を覚えてあげろっちゅう話なんだけどもうずっとガマの方って呼んじゃってるから。 の方みたいなやつうーんもうちょいこれをこれを2個かなじゃあ1個かいや2個だ2個えー もう一個よしで とは、この1個下のやつね意外とレベルは5かあ使わないのが出てしまった5収めるじゃあえー、っと 鉢植えの花はもういらないいらない売るこっからだなポーチライト行くか花行くかまあでも出ちゃってるからそうだな出ちゃってるから作るか植木鉢からなかなか都合よくいかんな まあ、まあ社内そういうものだおいいぞこの2袋空にしなきゃいけないっていうのがね意外とハードル高いよね使いますあれ ?2 つ 回復あったた気がしたけど1個か1個だったなんか2つあるような幻覚を見ていたあ,あそういえばこの間100均行った時にねちょっと今まで買ったことないボールペンを買ってみたんですよいつもねボールペンはちょっとね自分的にはジェットストリームやっぱ 一番メインで使っちゃってるんですけれどもちょっと違うのも試してみようかなと思ってえっとねいつもあのユニかユニのジェットストリームめちゃめちゃ愛用してるんですけどパイロットのねパイロットのジュースっての買ってみたんですよあこれもいいねあのねあのね万年筆とか 買ったことある人だとも,うもう正直に言うとすごい万年筆っぽいんだよ書き特に書き味というか書いた結果がインクの出方とかインクのその若干のその柔らかさみたいなとか何かね正直あのね自分は万年筆を持ってるんで両方使うんだけど万年筆 で書いた後と、この後見せられて、ちょっと区別つかんかも。自分的には。それくらいね、万年質感がすごいあるあのあの。あの、言うじゃない、パイロットのジュースっていう。この j u i c e のスペル。パイロットの。の、えー、っと、0.38かな。0.38の。 買っててみたけどにしては若干太く感じると思うなんかインクがね結構柔らかめの感じだからあ本当にねインクの質も万年筆のインクまあいろんなタイプがあるけど、まあ、万年筆のインクこんな感じだなあっていうのがもろあのねしっかりとね出てますんでちょっと興味ある方は是非。 あの万年筆っぽい字を書きたかったらねこのジュースがおすすめいや私あの正直あのユニーのねジェットストリーム信者ですけどめちゃめちゃ信者ですけどジェットストリームはどう描いてもボールペンなんですよあの書き書いたその結果がもちろんねボールペンのね字うまく書けてすごい嬉しいんだけどねジェットストリーム 万年質感ををを出したたかったらここれれだな <laughs> ぜひこれをパイロットのジュースをどうぞもう本当にね多分書いた結果自分で万年筆で書いてもらうとわかりやすいと思うんだけど並べてもらってどっちが万年筆でしょうって言われた時に多分わからないんじゃないかな。と思うぐらいの。 ものだったおすすめ <laughs> 分からんでもユニーのボールペン感があるジェットストリームもボールあのね全然かすれないジェットストリームもいいんだけどねちょっと状況に応じてね使うといいかもこれはねいらないやつえっと待ってよ何を収めてなかったっけ <laughs> もうっとると分からなくなるえー、っとどうしようかな ま,あまず最初に行くべきはポーチライトだね、ここではね。ポーチライト行こう。うん。先に上のやつをね、やっつけたいので。先に上位のやつを。これね。 ままずこれを収めますもう一個だねいや意外と回復したけどもうもう半分近いよあ急にレベル1がすごい出る。 ちょっと急にレベル1がすごい出るけどどうしてどうしたんだ君はもっとできる子だろレベル1をいっぱい吐き出し出したなぜだじゃあ完成形ポーチライト1ランクしたポーチライト うんよしこれでポーチライトは OK あとは花瓶行くかいや正直ねこれはね そのイベント用のボックスから出したいなそうすると間違えたね今 <laughs> もうダメだダメだこっちちょいちょい置き場を変えてるからねこんなミスが発生するのもあるうん 置き場変える時はね、うん、こっちの方が使いやすいんじゃないかと思って買い出すんだけど <laughs> 結果使いにくいっていう、ね、そうそうそんなボールペン話でしたいや本当ちょっと衝撃だったなボールペンだけどジュースはジュースという商品名だけどあのボールペンの商品名だけどなんか ちょっとボールペンとしての常識はちょっと覆されたなびっくりした状況に応じてちょっとこの2本を今後主力として使っていきたい所存今入れ替えてみたけどこれはこれでわかりにくいなさっきまで逆だったっていうのを うんあとね、まあ、全然違う衝撃なんだけどね私あのツイッターもねあの週に1回ぐらいそっと覗いてるんですけど <laughs> もうちょっとやれやって感じだねツイッターもやってるんですけどね一応ねあのフォローいただいた方にはね業者さんじゃないなと思ったらフォロー返しを。 してるんですよいや業者さんとなんだか知らないけどあのハレンチなアカウントさんからねあのもうなんかなぜかフォローが来るんでそれはそっとねあのそっとミュートさせていただいてるんですけども申し訳ない業者さんかなと思ってそのハレンチな方はそれはちょっと。 あれなんですけどね昨日ねスマホを変えて新しいスマホでさあそのツイッターというか X の方も一応あの X インストールしてですねしかもの前のスマホ <laughs> なんかもう古いせいか X のね通知みたいなのとかがなんか全然来なくて何一つね 何一つ来なくなくっっちゃってる途中しかもね最初は来てたのに途中からスマホが古いせいだと思うんだけどね通知が全く来なくてどう設定してもいろいろその時設定をいじってたのもあるんだけど結局そのちょっともうこの X のあしかもね表示もなんかおかしくなって前の前のスマホはでもうしょうがないからまあとりあえずこの X の このアプリ自体があっても意味なくてなんかおかしいちゃんと見えなくて <laughs> 途中までしか表示されないとかねあの一、ー、回あのー、表示制限騒ぎがあったと思うんですけどあれより前から前からなんか全然表示されなくて更新もなんか画面がうまくできてないのかよくわかんないですけど多分スマホが多分古いせい、まあ、5年以上前のになると ちょっとそういうことも起こってくるのかなっていう感じですけど、この辺売っちゃおうかな。じゃあ、またし。それでちょっと、そういういろんなものの表示バグがいっぱい発生しだしまして、の他もね、他もいろいろね、他のアプリもちょっと、なんか音声通話アプリとかも、ちょっとなんか変なエラーがいっぱい発生しだして、さすがにこれは。 そろそろスマホを変えるべきなのかっていろんな面で思ったからね変えたんだけどあちょっとねまだこのマージマンションはまだちょっとあとね映したには映したんだけどまだ動作確認とか録画の状態の確認ができてないからちゃんと録画できるかもねちょっと確認しないとあれだからその辺の確認がまだしてないんでまだ古いスマホで <laughs> 録画してますが。 それで、ね、X で新しいスマホに入れ直してみてでそしたらなんか通知みたいなのが多分初期状態になっててなんかめちゃくちゃいっぱい通知が来るからあいろいろ設定直さないかなって思ってたんだけどそしたらねびっくりしたんだけど多分今まで全く通知来てなかったんだけどあのフォローいただいていたのに。 フォローをいただいていたのになんあのしかも何十人も申し訳ない <laughs> 何十人もねフォローあれからのあの増えてたのに多分その一時期設定をいじったりなんだりした時に全部の通知がとは言わんけどなんか一部の通知が来ない状態になって <laughs>。 で、自分はその,いそのフォロワバーしますって書いてあるにもかかわらずあのずっと無視をしてしまっていた状態でほんまに申し訳ない昨日ね多分分かる範囲でフォロワバーをしたんだけどびっくりしたよね <laughs> 全然フォローされていることに気づけていなかった 通知コンとさ通知コン上さフォローされた場合ってどうなのかなあのアプリにせめてインした時になんかどっかで知らせてくれればいいと思うんですけど多分それもなくて全くそのそういった通知がアプリの中におろうとあこれもう売っちゃうかな <laughs> いや待ってくれ。 うん、こっちの方がいいかな見えない状態だったんだよね新しいスマホにしたらいっぱい通知来るからびっくりしたっていう <laughs> いやあの古いスマホだとねこういう現象が起こりうるからね皆さんある程度になったらあの自分の良きタイミングで変えた方がいいよっていうことでした <laughs> いや昨日びっくりしたな びっくりすぎてもその件をツイートしたからねごめんごめんなさいっつって <laughs> 謝罪ツイート <laughs> ツイートじゃないポストダメだツイッターが自分の中では永遠にツイッターなんだけどダメですかポストってさすごいしっくりこない自分の中でポストは投函するって意味なんだ OK <laughs> 交換するって意味なんだ Twitter の方がやっぱ個性はオリジナリティーはあるよね。正直 X ってさ私口の中ではもうあのアプリの名前ではなく単なる代名詞で言わしてもらうといやーイーロン・マスク氏すいません。申し訳ないが。 X という単品だと完全没個性ですよ <laughs> 没個性ですよ X だって代名詞だもんいやーどうしようもう一個作るか草刈りバサミを作りたいうわーどうしようやばい手袋が増えてきた <laughs> 手袋が増えてきたよ どう別に決してあのいい論旨に喧嘩を売っているわけではないんですけどね個性があるかないかで言われるとちょっと個性ないかなっていうオリジナリティはちょっと感じないかなーなんてね思うわけですねだって多分みんなが今まで接したことある X ってさ おそらく最初に接するのは数学の代名詞とかの代用数字の X じゃないですか <laughs> 仮の数字って感じだからなまあ <laughs> <laughs> 個性はうん感じない分からんあえてその没個性を入れ没個性をそこに取り入れることでですよ ツイッターーの匿名性をアピールしているのではいやそこまで考えてるのかもしれないいやー私ごときのね浅き考えでは賢き人の考えはまだまだ推し量ることができませんなできるかなこれ熊手までなんとか熊手まで頑張ってほしいんだが そうかレベル9でもてかレベル10なのにさ正直ねレベル10なのに斧が出にくいのはいかがなものかと思うわけですができましたねやっとできましたねギリギリで息も大大で今出来上がったぐらいの感じ <laughs> さああとは花瓶と これはね、やっぱね、ぜひね。いや、待って。とりあえず、1個は収めよう。1個はね。1個はちょっとね、収めずに待っとこうで。まずは、まずは花瓶じゃ。花瓶じゃよ。フラワーブレースですよ <laughs>。花瓶。問題は、レベル。 いくつだっけ7か7までいけるかえ555いやこの状態でタンスがさレベル12とか言ってる人は多分もうちょいあやっときたもうちょいあっさりできているのでは ないか上位レベルの花瓶が <laughs> 再びよいしょこの上かいけんことはないかいや体力ないな <laughs>。 体力ないないやでももう位回復すべきか待ってここにあるのでは体力がどうじゃ体力はない <laughs> あなんか前使っちゃったっけぐーぬぬまあ、でも無限を使うほどかっつったら全然そんなことはないのでまた待つかな 1台1台10台1 0ぐらい使ってもいいかな <laughs> どうかなちょっとねあとはねえっ、ー、と結局この木材じゃあ、ね、材木か材木シリーズからベンチは出るのでまあベンチ出しつつ ベンチ出しつつやっていきたい多分花瓶はできると思うんだけどこのままどうあとでもこれレベル上がるあと1000あるかレベル上がる瞬間も確か体力回復しないよね <laughs> 確かねせめてさレベル上がる瞬間体力全開してほしくない自分だけかのよしじゃあちょっと一回ここで止めといて次回 次回もこのクリア直前でね、クリア直前の状態でお見せしたいかと思います。とはいえ、あと15時間か。いや、いけるやろ。いけ,いけると思う。ふるかっこ震え声 <laughs>。うんと、あとは、まあ何はともあれ、花瓶、これの一個上を作って、でももう,もう一個上だもんね。頑張れるよ、多分。一個上を作って、 であとはもう材木出して永遠にベンチをね作っていければと思うで材木今欲しいからちょっとラフスはあの5日あるんで5日あるんでねあのちょっとだけ置いときますいやでもどうだろうねこの美化計画が終わった瞬間ぐらいに次のイベントがあのメインイベントみたいなのが始まる気もする。 気もするな,あど,うなのどうなんだろうあというわけで今日はですねボールペンパイロットのジュースの話とあとはツイッターというかカッコ X の,あのフォロワーができてなかったのでしましたよっていう話でしたねまたと,とりあえず新しいアプリの方新しいスマホになったらもうちょっと多分 もうなんか2週間に1回とかのねあのツイッターのログインだったのがちょっと週に2回ぐらいはちゃんとログインしようと思いますではご覧いただきありがとうございましたまた次回配信でお会いしましょういやメインはちょっとしばらく置いときますでは失礼します